キャンプギア買ってみたけど使ってない。というわけでどうもカズチャンネルのカズでございます。いや、昨年ウームキャンプ部発足したわけなんですけども、まあ、そちらの方で、あ、これ絶対便利だろうな、買っちゃおう、あ、これも便利だろうな、買っちゃおうみたいなノリで、まあ、いろんなものをこの1年で買ってきました。でもですね、結局使わない。ほんでタイトルですね、まあ、失敗したみたいなね、ちょっと強力なワードになってるんだと思うんですけども、はい、ちょっと釣ってますね。はい、まあ、結局使わなくなったものと言った方が正しいです。ちょっとね、あの動画の関係上ね、あのちょっと釣り気味になってるの、あのご了承くださいませ。というわけで早速行ってみましょう。結局私に合わなかったっていう言い方がね、正しいんだと思います。キャンプと言ってもね、結構いろんなスタイルあってさ、ファミリーキャンプだったり、ソロキャンプだったり、ソロキャンプでもね、快適なソロキャンプもあるんだけども、ちょっとね、野生的なやつね、まあ自分で火を起こしたりとか、なんかいろんなスタイルがあるんですよね。ほんで私のスタイルで言うと、もう軽量で、そしてある程度便利にっていうものでございます。だからそうなってくると、またね、装備って変わってくるんですよ。あ、これ必要なくなるんだみたいな。まあというわけで早速行ってみたいなと思います。まずですね、やっぱあのキャンプの楽しみってなると、まあ寝る時とかじゃなくてさ、私の場合はやっぱご飯の時になるんですよね。やっぱね、あのキャンプ、自然の中で食べるご飯ってやっぱ美味しいんですよ。ほんでまずですね、じゃ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 ーんと、はい、こちらロゴスのプレートでございます。あのロゴスランド行っといて、これを初っ端に紹介するってね何考えてんだっていう話なんですけども、あの人によってはもちろんね、大切なんですよ。まずこちらいいとこがね、3つに分かれてるから、もうこれ1枚で完結してしまう。まあ、例えばここにね、ご飯を持って、ほんでここにね、焼肉のタレを置いて、ほんでここがフリースペースみたいな。だから1枚で完結してしまうんですけども、まあ、デメリットといたしまして、あの私がのキャンプスタイルだと、まあ、机ちっけえんですよね。うん、まあ、机が広いんだったら大きな皿って合うんだけども、机がちっけえので、まあ、例えばさ、今こちらに、置きました。すると見て、もうこれ一つでもうほぼ埋まった。さすがにこれ2枚無理なんだよね。そうなってくると、もうこれスープ用のやつ、まあギリ OK だ。でもこんだけでも精一杯ですね。あと缶ビール1本置いたら、もう全てが埋まってしまって、調味料とかいろいろ置けない。だからこれはね、どっちかっていうと机がね、広いタイプ向けですね。もうこういう風にさ、もう立てることもできて、あの水切りも OK なんだけども、でかい。それ見ればわかるよね。ほんで今回の動画ではね、そういった買ったものが一体何に変わったのかも紹介していきます。ほんで変わったのがね、もうじゃじゃーんと、もうシェラカップでございますね。もうウームキャンプ部、もうみんな、もう全員が全員、もうシェラカップに変わったと言っても過言ではないでしょう。この銀色のやつなんだけどさ、ここでなんかちょろっと焼いてもいいし、ご飯とか積んでもいいしさ、またね、この重なりがね、薄くて、しかもね、頑丈なんですよ。ほんでこちらロゴスのやつですね、軽くて、まあ、樹脂製でいいはいいんだけども、これ結構ね、硬いところにガーンってやるとね、割れるんですよね。だからそこちょっと注意点、今1枚だけ割っちゃったのかな、私で言うと。他は健在なんですけども、こっちはね、その心配がないから便利だし、あの使わない時にさ、ほらわかる、結構ね、机の端とかにさ、引っ掛けることができるんですよ。まあ、そういったわけでですね、この子もう使わなくなりました。そんでそれに合わせて使わなくなったのが紙皿。これもね、全然使わない。もうこっちもね、あのキッチンペーパーでちょっと拭いてあげれば、もうほぼほぼ綺麗なので、毎回ゴミ出たりとか、そこら辺の考えでも、この紙のやつは使わなくなる。まあ、ただ団体でキャンプするときはいいと思うんだけども、限られた人数でやるときはね、こっちの方がいい。風でも飛んで行きにくいからね。こっち風でピューピュー飛んでいくから、そこら辺危険でございます。ほんでチョーリングで言うと、じゃじゃーんと、またロゴスさん続いてしまったな。ロゴスさんでね、最初結構買い揃えたので、だからたまたまね、ロゴスが出てるだけで、決して悪い製品ではないですよ。はい、こちらでございます。こちらね、調理用の超軽量なさ、唯一使うとしたら、お湯沸かす時ぐらいかな。なんか最近ね、鉄鍋が楽しいなってなってきちゃって、思ったより出てこない汚い音してるおお、原因それですね。あのワンバックとかだったら絶対こっち持っていくんだけども、最近はこんな感じでね、あの鉄鍋いや、錆びちゃったりとか、いろいろね、めんどくせえことはあるんだけどさ、やっぱ楽しいんだよね、鉄鍋ってさ。だからこっちの方もね、もう掴まなくなったものでございます。ほんで次ですね、食べ物を食べるときに箸とかスプーンとかいろいろ使うと思うんですけども、私が使ってるものはなんか1000円ぐらいでね、あのスプーンとお箸とかついてくる、すっげーお得なやつで、この中に今いろいろ入って
ってるんだけど、まあ一個言うとね、あの組み立て式だからまあいろいろめんどくさい。こうやって、こうやるのか。まあこれはねいいんだけども、私が気になってるのがこの中に入ってるねフォークなどでございます。これ皆さんもねこういう注意すべきはこのタイプね。これはどこで持たせてるのかというと、この先っちょのこの銀の部分。ほんで例えばさ、こうやってさ力強くこう取ったりするじゃん。こうやってグイーって、例えばご飯とかね炊き上がった時にグイーってする時にね、これ結構もろくてさ、こんな感じわかる？一回こうなるとここがね、わかるかな、曲がっちゃうんだよね。曲がってしまってこうこうなりやすい。だからちょっとこれ、まあ、安いから仕方ないって部分はあるんだけども、こうなってしまうと特に食べづらいから、個人的には無理して折りたたみにする必要はないのかなと思いました。もう長いまんまでもいいんじゃねみたいな。お箸とかもさ、組み立ての手順踏まないといけないから、この長いまんまで収納できる何かを持ってればいいんじゃないのかっていうのにたどり着いております。ほんでそれでも折りたたみを使いたいんだって方は、私が持ってる中での一番のおすすめはね、ユニフレームのやつはね、まあ、構造こうなってるんだけども、このまんまだとベコベコいく。でもね、これが壊れちゃった。これをこっちにギューってやると、結構強い。こうすると結構強いから、折りたたみの中で言うと私が持ってる中だとユニフレームのやつが一番おすすめでございます。だからこれユニフレームのやつにちょっと切り替えた方がいいな。ちょっと切り替えよう。ちょこれね、ちょこちょこ曲がったりしてね、大変だったことがあるんですよね。ちなみにユニフレーム製品で言うと、折りたたみのお玉ね、これめちゃめちゃ救える、容量救えるから、年長さんが使うくらいのほんまにあの大きめのスプーンぐらいのね、まあ、ないよりマシでしょこれ。ほらマジそこだけ気をつけて。コンパクトにするっていうことは何かを絶対犠牲にしてるからね。ホームとかでも折りたたみのやつあるみたいなんだけどさ、すぐカクンってなっちゃったり曲がっちゃったりして大変らしいのよ。だから折りたたみでね、あの皆さん苦労されることあるかと思いますので、できれば折りたたみは製品中にない方がよろしいかと思います。あ、でもこれでお玉まで全部入ってるからね、すごい。食部門はまあこんなもんかな。あとはですね、照明などになってきます。ほんでいろいろね買ったんだよね。こちらはね、これどう使うのかというと、パイプとかにこう引っ掛けて、ここにね照明を垂らす。例えばこんな感じでね、こう照明を垂らしたりするんだけども、これもねほとんど使わないっていうか、使ったことがない。買ったはいいんだけども、これ使うだろうなみたいな。あの最近はねタープを立てるようになってね、まあ、ねタープの上にねあのビローンって線垂らすのよ。もうそんで十分だから、これねあえて使うことがないんですよね。もしくはあの1000円ぐらいで買えるんだけどさ、あの別に照明を吊るす用のポールを、これですね、照明を吊るす用のポールがございますので、もうこれをねあのぶっ刺して、これセット内容にあるんだよね。ほんでこれで吊るっていうことの方が多いです。だから教訓としては、いつかきっと使うは使わないそこら辺ちょっと皆さんご注意ください。便利なもんいっぱいあってほんと困るんだけどね。ほんで次照明なんだけども、照明もね私いっぱい持ってるんですよ。ほんでいっぱい持ってて、傾向といたしましては、でかくなってくるとね使わないことが多いですね。ほんで例えば私がよく使うのはこっちで、まあ、光量結構あるんだよね、小さくても。だからあの荷物多くしたくない方はね、コンパクトなやつをおすすめいたします。これでもね、あの弱いやつだともう10時間以上楽に持つからね1泊ぐらいのやつだったら余裕です。使わなくなったのはそんなもんかな。できる限りあの必要なものを買うようにはしてたんで、ちょっとまあ今回のように失敗しちゃったっていうか、結局使わなくなったっていうのもあったんだけども、あとポイントね、最後にポイントとして、やっぱねちっちゃな箱とかはなんかいろいろ用意しとくとすげえ便利です。例えばこの中だとね、知ってる方は知ってると思うけど、じゃじゃんとこの中にね、いろいろガス缶とか、ちょっとこれからの季節はね火力弱くなっちゃうんだけどさ、はい、まず缶こちら2つ入ってて、ほんでここにスノピのさカセットコンロが入ってたりなど、あのこれ単体でね箱に入れとくよりかは、こうやって固めておいた方が片付けた場所も分かりやすいし、ごちゃごちゃしにくい。まあそんなわけで、私はね箱で言うとこういったやつ、これね、メーカー名は何か分かる、これ持ってたりとか、あとキッチン用品はこんな感じでね入ってて、この中に、包丁とかハサミとかを入れてるような感じになっております。なんでカズさんが買ってよかったもの何なのっていうと、まあ普段カズさんのキャンプで使ってるやつですねあっこら辺はねもう総じて生き残った、あめちゃめちゃいいやんっていう感じで残ったものでございまして、こっちなんかはね、まあ、設営とか革手とかね、設営に関するものなど入れてるっていう感じでございます。まあハンマーとか、あの風起こしのフっていうね、火起こしセットでもあるかな、ちょっとくせえやつを中心にこの中に入れて管理してる状況でございます。こうやってまとめておくことで、あの忘れ物も少なくなるからおすすめです。あ、普段はそうだ、
もうこれもね、ソロ用だったら、まあ、多くても3つあればね、もう大体完了しちゃうから、うん、ぶっちゃけこれでお湯も沸かせちゃうからね、軽い簡単な鍋として。だから本当にね、コーヒー1杯分だったらこっちでもいいし、本当いろんなものにね代用できるってのがやっぱポイントですね。幅広く使えるグッズがあると荷物をすごく減らすことができるというわけで、まあ本日こんな感じで紹介したんですけども、いかがだったでございましょうか。まあ皆さんもね、買って使わなくなったものあると思うんですけども、逆にですね、あ、これはめちゃめちゃ便利っていうものあったらですね、ぜひコメント欄の方でご共有のほどよろしくお願いします。どんなものがいいなのかね、ちょっと勉強してみたい。はい、というわけで本日はですね、カズさんが買って失敗したもののご紹介でございました。